食卓チャンネルの氷見谷栞奈です。今日お越しいただいたお客様は、皆さんご覧になってください。こんなにお着物が似合って素敵な方です。この先生はですね、小鼓演奏家、能役者でもいらっしゃいます今井仁也先生です。今井仁也先生のちょっとプロフィールを私が代わりに今から読み上げますので、ちょっと長いですが聞いてください。国立能楽堂東京芸大を経て、フリーの小鼓演奏者、能役者として小鼓の可能性を極限まで追求されました。主催のシルクロード能楽会では演出を担当、現代演劇からダンス、音楽、美術などに幅広く活動していらっしゃいます。地方の民話や神話を題材にした新作能の脚本、演出、音楽も多数手掛けていらっしゃいます。小鼓教室、横浜演劇学校、長者スタジオ、ライフアートユニオンを運営していらっしゃいます。先生、はい、素晴らしい活動です。どうですか先生ね、こちら前に、はい、ありますが、小鼓。そうなんです。小鼓という楽器は、まあ、演奏する前にこう組んで、はい、でまた演奏が終わったらこういう形でばらして持ち運びをしているわけなんですね。で普段はこれなかなか組んでるところっていうのは、まあ普通は見せないんですが、はいはい、このちょっとね、氷見谷さんのチャンネルの特別にちょっとこれをご覧になってる方だけに、これちょっと特別にお見せしよう。ありがとうございます。本邦初公開でございます。なんかこのね、ちゃんとこの袋、そうですね、可愛い柄が書いてありまして ね、はい、これね、先生組み立てるんですね。私はもうできてるものだと思って、そう、皆さんね、もうああいう楽器でもこうできてるもんだと思ってらっしゃるんですけど、はいはい、組むところから実は演奏が始まっているんです。なるほど、組むところからもう始まっているんです。はい、なるほどね。じゃあ先生ちょっと組み立てるのを見せていただいて、はい、じゃあちょっと早速やってみます。はい、ね、まずこの銅の袋から、はい、ね、これは、これね、筒になっているわけなんですけれども、これがね、大体安土桃山時代の、ね、この時代はですね、いろんな文献に、まあ、戦国武将の名だたる方々が、はい、もちろんこの武士の食卓にもね、はい、登場されている方々の、はいはい、まあご先祖様たちが、はいはい、もうやっぱり能が好きでね、それで、まあ、特に有名なのは、織田信長が小鼓を打っていたっていう記録も残ってますし、はいはい、豊臣秀吉なんかもう能のマニアですから、自分でも舞を舞ったり、はい、もしくは戦場でね、はい、戦の前に能を演じたりとかっていうこともしてますし、で、まあ、なんといっても徳川家康がね、はい、もう一番その能を普及させたというか、はい、あ、そうですね、もう能が大好きで、はい、能を普及させたわけなんですけども、はい、でやっぱり彼らが活躍してた時代、うん、まあ、やっぱり戦国時代、室町時代後期から江戸時代の初期にかけて、やっぱり大名たちが、はい、こぞって、まあ、名だたる棟梁たちに小鼓を作らせたんですね。なるほど。これものすごいお金をかけて、ね、当時としてはですね、そういろいろな記録が残っているんですけども、まあ、この銅に関してはですけども、はい、その中でも最も有名と言われている、はい、まあ、作家、まあ、棟梁ですね、はいはい、の、まあ、数本日本に存在していると言われている銅の一つです、これは。でこれは、ね、同じ作家のものが国立博物館に一つございますので、先生そのすごいもの私の今目の前にあるんですね。これはもうね、あ、これは素晴らしい、普通ちょっと見れない道具で、はいはい、まあ、これもうちの先祖代々に伝わっている道具の一つで、今日はもうこれはね、もう本当に普段持ち出さないんですけれども、やっぱり武士の食卓チャンネルも、はい、のためにちょっと特別にもうちょっと蔵出ししてきたというか、ありがとうございます、ものなので、もう本当にもうちょっと私もね、ちょっとこれ触るだけでちょっとドキドキするぐらい、先生、これ国宝級のような、国宝ですね、ね、はい、でこれは
今ね、もうもちろんもうこのチャンネルご覧の方はご存知だと思うんですけど、はい、まあ、歌舞伎でも能でも、はい、今本物の舞台でプロの方が演奏されてる道具っていうのは、まあ大体ね、その時代のものをいろいろね、皆さん使ってらして、まあ、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて あの数十年間の間に作られたものが、まあ、大体そうなんですけどね、はい、もうその中でも特にもう皆さん国宝級のものがね目の前に ね, ねもしかして先生今からこの国宝級のものを組み立てて演奏もします。してくださるの、まあ、この400年前の音をぜひ聴いていただきたいなというふうに思いますので、あのぜひその時代の鼓がどんな音をしてたのかっていうのをね、はい、今日は特別に聞いていただきたい、はいはい、皆さんはきっと映像を通じてだと思うんですけど、まあすね、先生のね、はい、また先生に直接あの会いに行かれて先生のその舞台を見られて、はいね、先生に直接交渉していただくと、はい、もしかしたら見せていただけるかもしれない。見れますし、はい、うちの小鼓の教室をね、はい、あの新宿とか世田谷でもやってますので、そちらの方にお越しになられると、はい、漏れなく、なるほど、まあ、これ以外にももっとすごいものまたあるので、まあ、そういう動画いろいろ見比べたりとかね、はい、あの触ってみたりとか、ね、先生、小鼓教室とおっしゃいましたけど、はいはい、私のような人でもできるんですか？あのね、うちの教室はみんな初心者ばっかりです、はい、そうですか。私ね、ものすごく絶対音感はまずない。あのね、音感は全く関係ありません。そうですか。なのでリズム感も心配される方いるんですけども、はい、全く関係ありません。そうですか、はい、なのでまあ、音痴の方でもリズムちょっと取れないなって、はい、苦手だなって方でも、はい、鼓は打てます。そうですか、はい、でこれはねちょっとまた後で話するんですけど、こう武士道と関係してまして、はいはい、まあ、ある意味腹が座っていれば、はい、誰でも打てるという。じゃあ私でも OK。 そうなんです、 OK なんです。だからもう全然皆さんね、気軽に始められて、はいはい、いつの間にか上手くなってるっていう。あ、そうですか。いや、ちょっと楽しみがね、増えましたね。だからじゃあちょっと敷居を低く。あの、うちはね、本当に敷居が低いのでまあ、おそらく日本で一番敷居が低い小鼓教室だと思いますので、あのぜひね、気軽に来ていただいて、これポンポンって打つとやっぱり、ね、気持ちがいいですからね。ね、いや、じゃあ早速私もちょっと集めたいなと思います。そうですね、ぜひぜひ。で、はい、これがねこの小鼓の皮なんですけれども、はい、まあ、これこういう風になってまして、ね、表の皮と裏の皮っていう風に別々の皮があってですね、はいはい、これが大体300年から350年前ぐらいの皮です。あのもうね、こう見ると先生触ってあのね、そうですか、ちょっと艶が違うっていうか、あ、なんかすごい、でもなんか新しい、そんなにこう、ね、そうなんです、古びてないないんですね。ですよ、やっぱりね、この時代に作られた革っていうのもまた、はい、クオリティがめちゃめちゃ高くて、本当にまだね、新品のような感じ、新品みたいじゃないですか。もう光り輝いてますね。それで、張りがあるでしょ。そうそうそう。だからね、これはね、実は馬のお尻の皮を使うんですが、そうですか、相当いい馬を使ってたんじゃないかなと思います。そうですね。あの皮の質によって長持ちしたりいい音が出たりって変わってくるんですけど、うん、この皮に関しては本当に多分いい皮。そうですね。これ300年以上破れなかった。叩いても、まあ、打っても破れないっていうのは相当いい。そうですね、あのダメな皮はねすぐ破れちゃうんですね、伸びちゃって。あ、素晴らしい。なんでこれはもうこれだけ何百年を持って、はい、現役で舞台で使えるっていう意味では、ね、まあ相当当時の ね日本人のこの手工芸のこの技術のレベル、はい、っていうのはね、これも世界一だと思うんですけども、そうですね、もうこれだけの時を経てるのに全く古びてなくて綺麗で、そうなんですよね、これなんか新しさをもむしろね感じるぐらいの、ね、でももうこの作家のそのセンスとそれとこの技術の高さを、まあ、これを見るだけでもね、あの感じていただけると思うし、はい、まあ、当時の世界の技術のレベルで考えてもやっぱり日本のこの手工芸のレベルがいかに高かったのかっていう、そういうことですね、ことなんですね。これもね、それでこれはもういずれもね今の時代にはもう再現できません。これどんなにコンピューターが普及しても再現できない、これと同じ道具を作れないんです。なるほど、ね、
こんなに世界で唯一というか、もう人類唯一、まあ、人類唯一ですね。そうですね。あのほらバイオリンのストラディバリウスっていうのがね、はいはい、ありますけど、はい、あれがだいたい1700年代なんですよね。だからだいたい300年200何十年前なんですけども、はいはい、それよりも全然古いんです。全然古いですよね。倍以上。倍以上なんです、ね。だからまあこれはもう本当にね、お金には変えられない。おそらくもう何億円積んでも買えないものなんだと思うんですけどね。はい、そういう道具なんです。時間の経過がね。時間がない。でこれをまあ私の先祖がずっと育てて、この皮を打ち込んで打ち込んで育っていい音になっていきます。なるほど、育てるっていうことなんですね。これね、ただ置いといても保管してるだけだとダメになっちゃうんです。はい、なんでこれを触ったり打ったりっていうのをずっと何百年間もやり続けて、やっと今私の手元で演奏に耐えるものになるっていう。素晴らしいことなんですね。本当にね、一言では言い表せない、まあ、ちょっと言い表せない、もう世界ですね。だから僕も今打ち込んで育てている皮があるんですけど、これ多分僕の子孫、はい、まあ、例えば50年後とか100年後にその彼らが使う時に多分効力を発揮するというか、はい、今から育てていって、だいたいそれぐらいの、ね、自分の孫とか、はい、じゃあもう本当に子子孫孫と孫孫なんです。ずっと伝わってきたものです。これがやっぱり先生、日本文化、もう日本文化の結晶だと思います ね、 すね、この技術としても文化としても、ね、伝統という本当にその素晴らしい時間の経過。そうですね、だからまあおそらくうちの先祖たちはまさかこの楽器が YouTube に流れて、はい、世界中の人がこの音を聞くなんて多分想像もできなかったと思うんですが、はい、今ね便利な時代になりましたよね。そうですね、こんなことができちゃうっていう。まあ先生素晴らしいね、もう言葉が出ないですよ。わあ、どうしようかしらっていうくらい本当にまた美しいですね。美しいですね。この蒔絵のレベルもね、非常にこれは高くて、まあちょっと細かく見るとね、ものすごい凝ってる蒔絵なんですよ。そうですね。こういう蒔絵っていうのもなかなか見れないですね。なかなかですね。これは器でもないです。まず器とかではこういう、このレベルの蒔絵は多分ないと思うんですけど。もったいないですよ、食器にするの。そうなんですよ。これ春の七草のね、なるほど、いろんな野菜が、ね、これちょっと洒落てるんですよ、すごく。ね、これ株のあれですかね、これ大根の。あ、本当ですね。ね、面白いんですよ、これ。セリとか、そう、なんかナズナとか、非常にこう遊び心のある絵なんですけど、タンポポみたいなのがあって、なるほどね、面白いんですよ。ね、命の根源ですからね。根源なんですね。そういう何か、ここに書いてある蒔絵の絵も絵柄も何かのメッセージ、ね、これはもう完全にメッセージです ね、 ね、あの鼓っていうのはやっぱりその生命の象徴でもあるんですね、はいはいはい、昔から。なので例えば大きなみたいなものもあるんですけども、はい、長生きするとか、はい、不老長寿になるとか、はい、もしくは健康で人生を楽しむとか、はいはい、まあ、そういう時にお祝いの時にこれはやっぱりポン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 って打つんです ね、 ですね。お正月だったり、例えば誕生日だったり、はいはい、あのさっきの話で言えば戦に勝った時だとか、はいはい、そういうやっぱりこうこれからの未来がね、はい、明るくなるように打つのがこの骨鼓という楽器の特性なので、はい、その音っていうのはね、そうなんです、やっぱりこう神様と通じるような、通ずるものなんです ね、 ね、そういう感覚ってありますよね。ありますね。だから本当にそういうね、音が出ますね。まずもう心が引き締まりますもん ね、 ね、まあ、これ今ね、こういうふうにちょっと調べというね、はい、この紐でちょっと皮の調整を今して、はい、これまあいわゆるチューニングなんですけれども、はい、これで今音が出る状態になるわけなんですね。そしてここから、はい、またちょっと特殊な作業なんですけれども、はい、このですね、これまたね
これもちょっと先生和紙ですか、なかなかこれ普段お見せしないんですけど、はいはい、今日もうお見せしないシリーズだらけなんですけど、はい、これね調子紙って言って、はい、小鼓の皮に貼る和紙で ちょっと特殊な漉き方をしている、はいはいはい、紙でですね。なるほど、調子紙。調子を取る、まあ、はい、チューニングすることを調子を取ると言いますけども、この調子を、はい、革の調子をつけるために、はいはい、この紙を貼るんですね。なるほどね。で、これがね、今日本でこの紙透ける人、はい、これ構造からね、特殊な透き方で透くんですけども、はいはい、これ透ける人ももう多分今日本で一人しか。そうですか。和紙作りのプロフェッショナルでしか、はい、これ普通の和紙貼っちゃダメなんです。なるほどね。すぐ取れちゃうので。なるほど。これはですね、こう水分を長い時間保持できる、はい、ちょっとかなり特殊な、はいはい、あの和紙でですね、はい、もう僕もね、いろんな和紙を試したんですけど、はい、もうこれしか。なるほど。ダメなんです。だって和紙自体高価で貴重な。もちろん貴重です。だからこれなかなか手に入らないんですけども、はい、そうですね。そうなんですよ。でもちろんそんなね、鼓の調子紙専門に作ってる人なんていませんから、はい、これはただそういう作家さんというかね、職人さんが作ったらちょうどいい、はいはい、なるほど、なってて、もう文化の結晶ですね。結晶なんです。一つ一つが ね、全てがね、これは全部結晶なんですよ。素晴らしい。で、あの大鼓と違ってですね、はい、小鼓というのはこう濡らして皮に湿気がないと音が出ないんですね、はいはいはい、なんで一番冬とかですね、乾燥して気温が低いと一番音が出ない。なるほど。とにかく音が出ないんです、はい、でやっぱり暖かくてある程度湿度があった方がいいんです、はいはい、ただ湿度がまたありすぎるとまたダメなんですけども、はい、それは難しいんですけども、でそれをこの紙で調整していくんです。 なるほど、ね、なので今日のこのね、この部屋の気温とか湿度を僕今肌で感じながら、はいはい、あ、今日はこれぐらいかなっていうのをちょっと今考えてるわけですね、はいはい、でそれで実際に音を鳴らしながら、はい、あの温めてこう息をかけたり調子紙を貼ったりして音を調整していきます、はい、それもちょっと今やってみますね。ただ何かこうすぐ演奏に入れるわけじゃないんです。それがね、例えばほらギターとかピアノとかっていうのはもう出来上がっていってすぐ演奏すると思うんですけども、はい、こうやって組んで調整して調子を整えるところから始まるんですよ、ね、これが難しいんです。すごくね、そのやっぱり演奏者の感性が試されてくるものだと思います。でこれはもう何十年やっても正解が分かんないんですよ。どれくらいに滑らせたらいいのか、はい、どれくらい紙を貼ったらいいのかって、はいはい、毎回舞台ごとに違うんです。なるほどね。なんで正解がないんですけど、まあ、一番ベストに今近づけるための作業をちょっとしますね。それでまずは普通にこう打ってみて音を聞きます。それでこの音に対して、まあ、例えばちょっと調子紙をつけた方がいいなと思えば、はい、ね、こういう唾液でこう濡らして、はい、こういうふうに皮に貼り付けます、はい、ね、あ、もうそれで湿気の部分、そうなんです、これでもうくっついちゃう、はいはい、この紙だからできる、はい、普通の紙だともうこれで取れちゃう、はい、乾いて取れちゃう、乾いて取れちゃう。なるほど、ね、唾液でいいんですね。唾液でいいんです、ちょうどいいんですね。そうなんです。だからこれはね、400年前からある物質で全部できてるわけなので、はい、それで、例えばこう今息をね、なるほど、かけて、もう息っていうのはまたね、息で調整するんですね。だんだん調整して、繊細なんですね。繊細なので、ベストの音にするために。はい、いろんな工程というか作業をしていきながら、なんと繊細な整えてるんです今一生懸命。そうなんですか。そうなんです。これ毎舞台ごとにこれをやってるんです。ねえ。実は。で舞台が終わるとまた戻してっていう。そうですね。またゼロからやり直していく。もうちょっと面倒くさいからそのままっていうわけにはいかないんですね。いかないんですね。そうですね。でこの耳でとにかく自分で聞いて、
だから耳が良くないとダメですね。そのなんていうか、これがいい音かどうかっていうのが自分でわからないと、はい、それは結構難しいんですよね。経験もあるんですね。経験なんですね、やっぱり。だんだんこう音の質が今、はいはい、どんどん変わっていくの分かりますか、はいはいはい、こうやってどんどん音を変化させて一番いい音に今近づけている。息を吹きかけてね。これがね、できる状態にまず、はい、まあ、整えていく、調子を整えていくっていう作業なんですね、はい、これをずっと日本人が何百年間も、はい、そうですね、続けてきたことなんですね。体感で覚える、体感です。もう本当に体で覚えるしかないの で、 で正解がないですね。もう結集ですね、日本文化のね。結集なんです、まあ、まさにこれはそういうものですね。ねえ、もう本当に素晴らしい小鼓が出来上がりました。出来上がりました。先生、今から演奏していただけるということで、はい、じゃあ、はい、楽しみにしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
すごいわよあれ、ね、あそこの巻き絵。いやすごいですよ、ね、本当に見てるだけで野菜っていうかあれですね、春の七草ですよね。七草素晴らしい、おしゃれてるんですよみんな、ね、おしゃれですよね、銅の柄が ねちょっとね、すごい素敵、優しい家ですよね。そう、ね、繊細でね、まあ、これやっぱりね、そういう高い技術がないとできない、できないです、ね、だから今そういう職人がいない、いないですね、これは作れない、材料もないしね、材料もないし、本当にね、その当時の棟梁は山を持っていて、うん、まあ、これ桜の木でできてるんですけど、うん、やっぱり桜の木を育てるところから始めるんですよ、なるほどね、山で一山、はい、で一番いい桜の木を切って、うん、一本から一つと切り出していくっていうものなんで、桜は硬いんですか？あのね、ちょうどね、硬さと柔らかさの具合がちょうどいいんです、はい、あの栗とかね、ああいうのだと硬いし、うん、杉とかそういうのだと柔らかくすぎて、うん、桜が一番いいんですよ、あの音も一番いいですし、なるほど、ね、うん、皮も馬がやっぱりいろんな皮を試した結果、うん、羊とかは柔らかすぎない、選ばずに狐とかタヌキとかね、うん、犬とかいろいろ使ったらしいんですけど、昔はね、平安時代の頃から、うん、それが室町時代ぐらいに入ってからはもう馬がいいっていうことでほとんど統一されて、それ以外は馬ですけどね。先生、この曲って言っていいんですか？はい、これはね、沖縄の、はい、沖縄という能の曲があるんですけども、それの元になっている、はい、まあ、曲が、これは1500年前ぐらいに、はい、法隆寺でね、はい、ちょうど僕も一昨年に法隆寺で演奏したんですけども、はい、あの聖徳太子が法隆寺を作った時に、あの旗の川勝というね、はい、まあ、側近に、まあ、法隆寺、まあ、オープン記念コンサートっていうのを、はい、まあ、やんなさいっていうことでプロデュースしてやったわけなんですよね。でその時に、風刺歌伝とかにも書いてありますけど、まあ、66番の曲をそこで演奏したっていう、まあ、66ってのは仏教上のね、はい、あの縁起のいい数字なんですけども、それでその最初の1曲目っていうのが今の能、まあの翁の原型になっているあの曲なんですね。でそれを元に、まあやっぱりちょっとこれはすごく長いのでそれだけだと、はい、なんでそれをちょっといろいろかいつまんでですね、はい、ちょっとこう短くして、はい、あの演奏しているものですね、はい、だから翁の中で出てくるいろんなフレーズが多分間に入ってるんですけどね、はい、曲です。まあ、小鼓を代表するような曲ですね、はい、演奏のね。ありがとうございました、はい、いや先生本当にありがとうございました。沖縄の原型になっているという曲だったんですね、はいはい、そうですよね。もうこんなに至近距離でもう2メートルくらいの距離で私聴かせていただいたんですね、はいはい、普段ですともうずっと先にある舞台の上 でこの息遣いとかまではわからないじゃないですか、はいはい、でもこれぐらいで聞くと、はい、このもう呼吸したり間を取ったりしてるのがダイレクトに伝わるので、はいはい、もうね先生のそのお声ですか、いやもう、いやこれは、ね、素晴らしいですよ、あの生、まあね、これ、はい、あもちろんね、あの YouTube があれなんですけど、はいはい、もうおそらくもうマイクとかでは録音できないレベルの、はい、まあ、この鼓の音もそうですし、はい、この声も実はですね、そうですよね、生で聞いてる音がこれぐらいだとすると、はい、マイクで録音してる音ってこれぐらいなんですよ。そうですよね、生きてるものですから。だからこの部分はやっぱり生で聞かないと伝わらないっていうちょっともどかしさはあるんですが、そうですよね、その波動ですよね。そうなんです、全くこれ波動の世界なので、呼吸とか、はい、これをぜひこの感じてほしいなっていうふうに、はい、そうですね、もう生で聞いてほしいなと思うんですけど ねちょっと私の人生を全部洗ってくださったような、本当にありがたいね。本当にこれおめでたい楽器で、
おめでたい楽器ですよね。あの本当にこれ、はい、あの1本で1年長生きするとも言われている楽器なので。本当ですか。100回打つと100歳まで生きられるっていう ね、 ねえ、いや本当にね、私心が洗われたというか、はい、いや感動しましたね、はい、これも本当に沖縄もそうですけど、はい、まあ、神様に捧げている曲なので、もともとね、こう今の現代のように、はい、まあ、お客さんからお金をもらって、はい、こうショーとして見せるというよりは、はいはい、もうちょっとそういう神社とか能楽堂でこう祈るような気持ちで神様に対して演奏するっていう、そういう心構えっていうのは全然変わってないんですよね。そのおそらく何百年も前からずっと。やっぱり神様に対しての捧げてる、ね、捧げているこう敬意を表しているというか、そういう音ですね。そうなんです、まさにそういう音だ。で、神様とコンタクトを取ってる、そういう、もうそういう気持ちでしか打ってないので。そうなんですか。先生、こうあの鈴の話をするとキリがないので、はい、早速あの先生の人生についてちょっと語っていきたい、はい、いただきたいなって思ってましてね、はい、先生ね、まず基本的に先生の小鼓との出会いっていうのはどういったところ、はい、これはあのうちのおじい様が、はい、あのうちに蔵があってですね、はい、実家に、はい、で群馬県なんですよ。あ、群馬県の前橋市という、はい、昔前橋城っていうのがあったんですけれども、はいはい、その前橋がうちの実家で、はい、かなり古い先祖からそこに住んでいて、はい、でそこのうちの実家に蔵があってですね、そこに実はもうこういう小鼓だの、まあね、扇だの、はい、いろいろ能の道具類がたくさんありまして、はいはい、それでおじいさんがその子でなんか、まあ、教えたりとかね、はい、そういうふうなことをしてまして、じゃ家でもう歌いが流れてる、鼓がポンポン鳴ってるような家だったので、はい、あのそれでおじいさんに手ほどきを受けて始めたのが、はい、あの一番最初の体験。なるほどね。ですね。じゃあもう小さな頃からもうそういう環境が、ね、環境があって、それでもうそれが楽しくって好き で、 はいはい、でいろんな楽器があったんですけど、能管とかね、はい、まあ、お鼓とか太鼓とかになるんですけど、はいはいはい、なぜか僕はこの楽器、小鼓にすごく惹かれて、はい、なんかすごくこうしっくりきたんですよね、はいはい、一番愛着があったというか、はいはい、それでなぜか小鼓を選んだんですけど、なんか先生とお話ししてると、なんか先生もすごく楽しい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 中での出会いっていうことですね。そうですね、幸せな出会いだったと思いますね。なるほどね。で、まあ、いろいろな現在ね、はい、いろんな活動されている中で、はい、先ほど先生のあのなんて言うんでしょう、自己紹介の時に、はい、あの能役者であられるっていうふうに、はいはい、ね、私の方が紹介させていただいたんですけど、はい、先生、能楽者っていうのはよく聞くんですけど、そうですね、能役者っていうのはですね、はい、ちょっと初めて聞いたんですね。そうですね。役者なんですね。そうなんです。ね、これはね、僕がもう1970年代に亡くなってると思うんですけど、はいはいはい、まあ、神瀬久夫先生というね、はい、あの血栓会 の、はい、あの神瀬久夫先生の言葉でですね、はい、まあ、もちろん僕が生まれた頃にはもう亡くなってたわけなんですけれども、はいはい、このいろんな書籍がね、はい、本が残ってまして、はい、僕いろいろそれを小さい頃に読んで育ったもので、はいはい、でその中でやっぱりね、あの神瀬久夫さんというのは、うん、その能楽師でも超一流であられたと同時に、はい、役者としても実は、はい、例えばフランスのパリのオデオン座という劇場に行って、はい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 、まあ、ヨーロッパの近代劇をやったりだとか、はい、で日本では例えば新劇とか、もしくはいわゆる現代演劇の人たちと一緒に舞台を作る、はい、特にあの、はい、ベケットっていうね、非常にアバンギャルドな、はいはい、ヨーロッパでもめちゃくちゃアバンギャルドな戯曲を演じたりとか、ものすごい幅広くやっていて、はい、その時にね、はい、やっぱり能楽師ではダメだと、はい、私は一人の役者に過ぎない、はいはい、もうまあまず本当に言えば瓦小敷なんですよね、はい、それで一人の役者として、はい、こう能舞台にあぐらをかくんではなくて、はいはい、
本当に一人の役者としていろんな舞台にチャレンジしていく中で、結果的に能のレベルも上がっていくし、もしくは日本のこの芸能舞台のレベルも上がっていくし、もうそれ引いては彼みたいに、ね、ワールドワイドに活躍してたわけですから、もうこれ世界中のね、いろんな名だたる演出家とか役者がみんな神崎さんのところに勉強しに来て学んでたわけですけど、そうやってまあ世界中の演劇のレベルがこう上げるためには、自分は一人の能楽師ではなく、その能役者として生きるんだっていうことが書いてあるんですけど、僕それものすごい共感をしまして、感動しまして、で僕もねフランスに行っちゃったんですよ。それで芸大を出た後にやっぱパリのコンテンポラリーダンスのカンパニーのオーディションを受けて、それでもうフランスのでオリンピックをやった時があるんですけど、その時の演出家の作品に僕も出演したりとか、そうなんですか、もうとにかくいろんな舞台を、まあ、その若い時に本当に体験させていただいたんですね。はい、それはもうさっきの神崎久夫さんの能役者なんだっていうね、考え方がやっぱり根底にあるんだと思います。そういうなんかいいですね、能役者っていう、面白いでしょう。で誰も名乗ってないので、なんかすごく幅広く、はい、なんでしょう、肩にはまらず、はい、いろいろとこう、なんていうんでしょう、新しい世界を切り抜く時代にあったような、時代にあって、もちろんね、その基本的な能の技術は全部習得して、はい、修練した上で、はいはいはい、それを自分がいろんなことにこう使っていけるというか、はいはい、まあ、そういう、まあ、役者を目指してですね、僕も日々、はい、いろんな舞台で、でも先生はもうプロデューサーでいらっしゃいますから、もう監督というか、はい、プロデューサーでいらっしゃいますから、はい、まさにね、これからの新しいまた違った世界を作っていかれる、ね、はい、ね、方だと思うんですね、はい、ですから本当にね、ちょっと能役者という言葉に私はしびれました、はいはい、それともう一つね、先生のあれでね、地方の民話神話を題材にした新作能っていうふうに、はいはい、ホームページの方にも、はい、書いてあったんですけれども、はい、その民話や神話を題材にするっていう、そこに私ねちょっとねものすごく感動して、はいはい、それってものすごく、ま、勉強しないと、あと先生の感性ですよね。もうね、その世界感性もそうですけど、本当に勉強します。ですよね。なんで、はい、ちょっと数年前に、はい、やっぱりその新作の道成寺っていう作品を僕がプロデュースして作ったんですけど、はい、もちろん能のね有名な道成寺っていう作品はあるんですよ、はい、で、ね、はい、で実はそれをもう一回この紀伊半島、紀州のいろんな山々村々に取材しに行って、はいはい、例えば清姫の本当の姿はどういうものだったのか、はい、安珍というお坊さんがどういう人だったのかっていうのを、こう今までこう手垢にまみれたね、はい、こういわゆるステレオタイプの清姫とかではなくて、はいはいはい、本当の真実の清姫さんの像を探しに行ったんですよ、はいはい、まさに演出家ですよね。もう本当に本当にそこまで、そこまでやります。それで熊野古道を歩いて、はいはい、で熊野三社大社ね、はい、全部巡って、はい、それでいろんな方にお話聞いていくうちに、はい、全く新しい清姫像が生まれてしまって、ね、だから今まで能の道成寺で出てきた、うん、清姫さん、はいはい、もう恋焦がれてね、はい、嫉妬で、はい、恨み殺すっていうね、そうそうそう、はい、これちょっとね考えてみれば、はい、ちょっとなんていうかこう男性中心主義というか、いかにもね中世の封建社会の中で男性が作り上げた、はい、ちょっとわがままな男性が描いた女性像じゃないですか、はいはい、で今現代ってそういう時代じゃないでしょ、はい、そうですね、もう男女平等だし、はい、女性が活躍する時代なので、はいはい、こういう時代に新しい道成寺ってないのかなと思って、あ面白いですね。それで新しい清姫像っていうのを探しに行ったら、はいはい、もう本当にこれがね、なるほど、全然違う人だったんですよ。なるほどね。それで全然違う
今までどうでしたか、はい、全く違う話を書き上げて、はい、アンチとキョヒミは出てくるんですけど、はい、全然違うあれを書き上げて、はい、新作能として発表して、まあ、今度また YouTube でその映像が実は出るんですけれども、ぜひ見ていただきたいな、はい、そのまあ、ある程度本当のことを知りたい、あ、もうこれはね、真実を追求した結果を舞台にしてますので、そうですね、いや、それはそれは本当に面白いと思います。面白いんですでね、先生、実はね、はい、私も大学時代演劇部だったんです。ですから先生がその演出をなさるって聞きまして、はいはい、いや、これは面白いなと思って、あの世界にはまり込んでしまうともう抜けられないんですけどね。ななまま、これやっぱり一つの舞台を作り上げる、ね、はいはい、もう脚本から役者さんから、はい、音楽から、もう全部で道具からもう衣装から全部で作り上げていくっていうのが、はい、もう僕は楽しくてしょうがなくて、はい、わかります。でね、これは、はい、実はその能ってものはね、もともとそういうものだったんじゃないのかなっていう考えがあるんです。これはあの僕がやってるね、うん、シルクロード能楽会のコンセプトはまさにそうなんですけども、はいはい、あの世阿弥のお父さんの、うん、まあ、観阿弥さんというね方がいてですね、はいはい、あの能の基礎を作ったわけです、はい、それをこう大成していくのが世阿弥なんですけれども、はい、この観阿弥さんっていうのはその当時ね、日本に、はい、日本って東の果てですから、はい、シルクロードを伝って、はい、あらゆる西側の文化が、はい、まあ、踊りにしても音楽にしてもね、はい、演劇にしても、はい、楽器にしてもみんな伝わってきて、はい、実は残ってるの日本なんですよ。なるほどね。でこれね、平安時代に日本にいろんな芸能として根付いていったわけなんです、ね、はい、でこれを室町時代に観阿弥さんって人がね、はい、例えば癖舞だったら癖舞の師匠のところに行って習って、はいはい、で例えば照明だったら、はい、いろんなお寺さんに行って照明を習って、はいはい、そういうね、まあ、いわゆる道場破り的に、はい、いろんなところの先生のところに習いに行って、はい、全部それを吸収して、はい、で当時誰も見たことのない芸能を作ろうと思って、はい、それをミックスしたんですよ。なるほど。当時の日本にあったいろんな芸能の形を全部ミックスして新しく作ったのが能なんです、はい、そうなんです。そうなんです。だからそれが今ね、700年ぐらい伝わっずっと伝わって、今その形を変えずにこれいろんな人の努力があってね、ずっとやってきて、それはこれ素晴らしいことなんですけれども、最初の元祖のね考えた人は実は一番このアバンギャルドな当時最先端のミックスカルチャーを作ったんですよ。そういうことだったんですね。でこれ僕ね、これ能の本質じゃないかなと思っていて、でそれだったらば、はい、僕が現代に、まあ、現代の鏡となって、はいはい、いろんな芸能、今、はい、東京でも何でも、はい、どこでだって何でもあるじゃないですか、はい、いろんな踊りがあるし、はい、音楽があって、はい、もう自由に今ね、はい、YouTube 見ればもう誰でも選べるし、はいはい、まあ、そういうものの面白いのをいろいろこう混ぜ合わせて、はい、新しいのって作れないかなと思って。なるほどね。それで今さっきのね、なるほど、民謡は深夜を題材した新作のだったりとか、能のお話をもう一回アレンジして新しく作り直したりとか、はい、まあ、そういう、まあ、演出というかプロデュース業を主にやってます、はいはい、あ、それは面白いですね、はい、やっぱりね、時代が変化しているの で感性がやっぱり昔の方と今の方と変わってますよ ね、まあ、まさに料理もまさにそうなんですけれども、まさにそうなんですけども、まあ本当にあのなんて言うんでしょ う、はい、こうあまり考え方が真逆すぎても、うんうんうん、見ていて意味がわからなかったりするじゃないですか。少しでも自分と近いと、うん、やっぱり共感をする、共感します、ね、っていうことでね、うん、あ、先生は新しい時代をどんどんもう作ってらっしゃるっていうことに興味があるんですよ。いや、私ね、すっごい面白いと思いますですから私もですね、武士の食卓と言いつつ、はい、まさにね、新しい和食の世界を作っちゃう。とにかく基本をしっかりと和食の、はい、その体にいい、健康にいい、うんうんうん、食用の、うんうん、そういう基本にですね、そこからずれずに、うん、やっぱりこう
現代風にアレンジ、うん、あの時代交渉再現色というそういう風な感性でやってるんですね、うんうんうん、まさに先生もそうじゃないですか、うんうん、全くその通りだね、本当に、うん、じゃないと昔のように食べる人は現代の人ですからね。そうなんで す, んです、ね、味付けも昔の味付けではもうまさに食べることはできないです ね, ね食材もないですしね、まさにそうです。なるほど、いや先生なんか楽しいですね。楽しいです。楽しいですね。新しいこといっぱいあるんです、はい、でもなんか楽しい話ばっかりしていて、はい、ちょっとあれなんですけど、はい、あの先生逆に舞台で苦労されたことをお聞きしたいなと思って。もうねこれもう僕ねもう挫折だらけなので。そうですか。もう本当にね挫折だらけですね。そうです、はいはい、僕ねだからこれさっきほらおのおの世界に、はい、まあ、ちっちゃい子がやって、はい、それで文化庁の研修所入ったでしょ、はいはい、それで芸大入ったでしょ。これね、挫折だらけです。そうですか、なんか輝かしい、ね、いやいや、そう、これだけ聞いたらね、はい、そう思われると思うんですけれども、はいはいはい、もうね、もう文化庁の研修所でもいじめられて、はい、まあ、当時からちょっと出る杭は打たれてしまうというか、はいはい、僕いろいろやりすぎちゃったんですよね、はい、元気ですね、目立っちゃってて、はい、もうとにかくねいろいろ大変な目にあって、はいはい、そこも居心地が悪くなって、はい、それでもう芸大の時もね、はい、もう一回大学の会議で退学に一回、はい、そうですか、命令が出たんですけど、はいはい、今の文化庁長官の宮本、はいはい、宮田先生、はい、宮田先生って当時芸大の短金科の先生だったんですけど、はいはい、あの方が今文化庁長官ですけどね、はい、あの方がねその教授会議で僕が退学が決定した時に一人だけ反対をして、はいはい、そうですか、うん、今井陣也を退学させるなっていう話になって、僕、はい、そっからどんでん返しで退学取りやめになったんですよ、はい、なるほど。だからもうねそういういろんな大変な時がある時に、はい、またその時にねうちの師匠が今度また病気で倒れて、はいはい、そのちょうど大変だった時に亡くなられて、だからねもう本当に挫折続きというか、ちゃんと立ち上がって起き上がっていらっしゃるっていうのは素晴らしいです。そうなんです。だからね、はい、これね例えばリーマンショックとかね、はい、日本大震災とか、はいはい、今コロナもそうでしょ、はいはい、芸能をやっていく上で社会的ないろんな挫折も当然、はい、個人的な挫折以外にね、はい、あるんですけれども、はい、その度ごとにね、はい、技術、そうですね、このね芸の技術だけは、はい、何が起きても、はい、まあ、例えば株価が暴落しても、はい、大地震が起きても、はい、コロナでウイルスが蔓延しても変わらないんですよ、はい、そうですね、これだけはそうですね、絶対変わらないんですよ、ね、だからいろんなものの価値ってね、ダメになって下がるときはめちゃめちゃ下がっちゃったりするじゃないですか、はいはい、住宅もそうだし、はい、金だってそうだし、株もそうだけど、土地もみんな、土地もみんなそうでしょ、はい、こんなんでしょ、こういうね、鼓を打つとか歌いを歌うとかね、はい、姉妹を舞うとかね、わかんないですけど、はい、例えば舞台を作るとか、はいはい、こういう技術だけはどんな時代になっても絶対変わらないんです。変わらないですね。むしろ上がっ、もう右肩上がりでどんどん上がっていくわけじゃないですか。だからこれはね、僕何回も挫折してますけど、はい、人生の中で、はい、その度に芸に戻るっていうか、なるほどね、で芸は身を助くですので、はいはい、もうこれが一番身に染みてることですね。だからもうコロナ中もずっと家で練習してましたね。なるほどね。やっぱり自分の人生の指針っていうか、もうまさにそれですね。それなんですよ。なるほどね。絶対に変わらないものを自分で身につけていく。はい、絶対に変わらないものっていうことですよね。まあ私も食べることは絶対に変わらないですよ、毎日必要なことですからね。何万年も前からずっとやってることですから、ね、本当にそれはね、私ね、私も先生と同じようにすごくそれはね感じてます、はいはい、別にコロナで大騒ぎしようが
ね、あれです、あのやっぱり食べるっていうことは人間やめないですから。もう絶対やめないですね、はい、これ基本ですね。そういうことでした、そういうことでしたか、はい、じゃあ先生ね、先生ねお若いんですけど、まだ、はい、まだお若いんですけど、はいはい、やっぱりほらリーダーとして前に走っていらっしゃるじゃないですか、はい、前にもう全力疾走で、はい、もう一番こう走る年齢じゃないですか、全速力で、はい、全速力で走っていらっしゃるけれども、やっぱりちょっとねこういう世の中になったので、うん、ちょっともたもたしている若者たちとか、うんうんうん、ちょっと悩んどうしていいのか先が見えない若者たちもたくさんいるんですね、うんうん、はい、なんかメッセージ最後にないですか。そうですね、はい、まあ、僕も同じ若者世代というかね、はい、として思うのはね、はい、もう本当にね、これ多分今リスクヘッジとか、はい、まあ、リスクっていう考え方があるでしょ、はい、でそれを考えていくとね、はい、結局何にもできないんですよ、はいはい、何でもリスクがあるんですよ。そうですね、だからこのコロナもリスクだし、はい、舞台なんてね、はい、失敗したらもう大赤字ですから、はいはい、ものすごいリスクなんですよ、はい、ただそれを理性的に考えちゃうと、うん、絶対この一歩って踏み出せないです、はい、だからもう僕はねもうリスクフリーなんです、はい、もうリスクのことは、ね、一切考えない、はいはい、そのことは考えない、はい、賛成。そうなんですそういうのね、はい、リスクヘッジしない、はい、もうリスクフリー、はい、やっちゃう、はい、うん、それで失敗してもいいじゃないですか、はい、もう赤字になってもしょうがない、はい、ただ それぐらいの気持ちだから、はい、やるときはやりますよ、はい、やるしかないの。そうですよね、うん、だってもうリスクフリーなので。そうですよね、自分がやるしかないんですよ。そうですよね、だからやっぱりそこまで自分を追い込んでって、はい、まあ、そのリスクのことを考えずに、はい、恐れずに、はい、とにかくチャレンジ、はい、する今だからこそ、はい、そうですね、大変な時ほどチャンスだらけ。そうですね、チャンスだらけです。それはね先生ね、私本当に思ってます。本当なんです。今やらないといつやるの、いつやるのって話。そうなんですよ、もう今一番大変な時でしょ、うん、でもここがチャンスなんですよ。でも一番大変かもしれないけど私にとっては一番チャンス、逆にチャンス。そうチャンスなの、今やるの。今もう誰もやってないんだったら休んでてほしい。そうなの、誰もやってない時が一番チャンスですから。そうそうそう、とにかく今練習してもいいし、そう本番やってもいいしね、そう何でもいいんですよ。自分のやりなかったことをやればいいんですよ。やればいいの、もうねみんな休んでてください。私やりました。ですよね、そうなんです。本当にそうです、それを伝えたいですね。そうですね、だからやっぱりリスクって考えなくても、考えもうやりたいことをやる、やる、で今やらないといつやるのなんですね。やりません、本当にそうですよね。もう私はもうね、あと何年生きるだろうとかって考えると、もうやっぱりやりたいことはやる、行きたいところには行く、食べたいものは食べる、もうそうです、躊躇しない、躊躇しない、はい、賛成です。チャレンジしてください。チャレンジなんですよね。もうね悩んでるとかそういうの甘いと思うんですね。それ考えてるじゃダメなんですよ。そうそうそうね、どうしようとかね、全然考えないでやってますから、うん、もうね、なんかやりたい時にすぐやる、やる。でもそうすると意外とうまくいっちゃうんですよ。ちゃうんです。それで私思うのは、はい、誰かが助けてくれません。そうなんです。誰かが助けてくれません。もう、ね、もう涙出てくるんです。必ず誰かが見てます。で誰かがね手を差し伸べてくれ るで、私はもう恥ずかしいとか何もなく助けてっていうの、まあ、言っちゃってもいいですよ、ね、もう電話かけて助けてって、はい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 、うん、って言うと誰か、ね、何とかしてくれる、何とかなるんですよ。何とかなるんですよね、世の中ってね。それやってほしいですね。ね、だからね、うん、若者たちね、リスクヘッジってことは考えないでください。はい、ということでですね、はい、先生最後にいい話を私たちはしたと思いますよね、はいはい、皆さんに、はい、メッセージはね、メッセージを本当にね、先生の波乱万丈な人生を見てください、はい、ね。こんなに立派に、もう全然正解がないですからね。本当に素晴らしく活動なさっているので、はい、私も今先生とお話ししてすっごい元気をもらいました、はい、はい、私ももう先生には負けません。負けない、もう、はい、ということで、はい、頑張っていきたいと思っておりますので、はい、先生今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
ということでですね、武士の食卓チャンネル見ていただいている方々ね、あんまり後ろ向きなことは考えないで前だけを見て今の時期全力疾走でいきましょうということで、今日の武士の食卓チャンネルはここで終わりたいと思います、はい、本当に先生今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。